はい、えー、岸田総理がね、10万円給付につきまして、困窮世帯のみならず、困窮学生に対しても、その対象を広げようということで言われてましたね。まあ、こういうふうに小刻みに情報が出てくるのは、ある意味ありがたいんですけども、えー、一体じゃあ誰がもらえるの誰がもらえないのみたいなことが分かりにくくなってるんで、この辺で一旦整理していただくか、もうね、めんどくさいく抜きにして、全員に配ったらいいんじゃないかなと思うんですけど、いかがですかね。全員に配って、所得の高い方は、 税金で逆完付って形になるからいいんじゃなないかなと思うんですけどなんでこんな単純なことをねやらないのかなと思っちゃいますよね。財務省の陰謀ですかね,でね今回ちょっと皆さんにお知らせしたいのはみんなの銀行っていうスマホアプリがあるんですよ。みんなの銀行っていう福岡フィナンシャルグループが作った銀行アプリです。つまりこのアプリにお金を入れてもしくは給料の引き落としとかに使ってもらってね。で普通のの銀行口座のように あの使ってくださいで通帳とか銀行の ATM はないんで完全にスマホだけであの自己完結するんですよでしかもなんか私の調べたとこによるとね金融ブラック自己破産の方もこの銀行口座作れるんですよねプラスデビットカード JCB でこのバーチャルカードが搭載されてますのでこのクレジットカードの引き落としがちょっとうまくできない方はここでデビットカードを作ってそして預金額に応じた引き落としに使っていただけるってこともできるんですよ しかも今これね、みんなの銀行のアプリをスマホにダウンロードするでしょアプリを。で、スマホにダウンロードした後で、紹介コードっていうのがありますんで、その紹介コードをアプリをダウンロードした後に入れるプロフィールに埋め込むと、1000円入るんですよ。だから、いいでしょこれ。私これね、儲かるんでやった方がいいと思いますよ。で、便利だし。福岡フィナンシャルグループって言って、あのまあ、大手がやってるね、銀行のこのアプリですしね。で、 えこうやってアプリを搭載すると今度はね自分の紹介コードが付与されますから今度は自分の紹介コードでいろんな方に広めていけば今度はそのたんびに1000円入ってきますからね最大で30万円あなたの懐に転がり込んでくるノーリスクのお金の増やし方まさに自分で給付金というね形になりますちょっとだけ紹介させてもらいましたにしてもね岸田総理ねみんなに10万配ってくださいよそれこそねみんなの銀行のアプリを作った方には10万円そこに ももう付与しまますすよみたいいいななな形でやるとと一番いいんじゃないかなと思いますけどもねスマホアプリに対して現金支給こんな簡単な方法があるんですけどねどうですかね、うんまあ、スマホを使ってないやつはどうするんだみたいな話になりそうですけどねはいじゃあ以上でございます概要欄からねみんなの銀行をちょっと作ってみてくださいじゃあ